スペイン軍艦と戦うモンバールアレングインターのシガレットカードパイレーツ・オブ・ザ・スパニッシュシリーズダニエル・モンバールはカリブ海で活動したバッカニア。皆殺しのモンバールと呼ばれ、フランソワ・アロロネイア・やロッシュ・ブラジリアーノと同じくスペイン帝国の宿敵として知られた。聖はモンパル・モントバースとも表記される。モンバールは1645年頃、フランスのラングドックで生まれた。 裕福な家庭で教育を受けて育った、モンバールだったが、バルトロメデラスカサスの著作を読み、コンキスタドールによるインディオの虐殺について知り、スペインに対して強い嫌悪感を抱いていたとされる。1667年にスペインとの戦争が始まると死略戦の船長であったおじと共に、西インド諸島へ旅立った。モンバールはスペインへの攻撃のみに固執し、 酒にも女にも賭博にも、まるで興味を示さなかった。イスパニョーラ島のバッカニアたちと合流し、16か17の若さで、スペイン討伐隊の指揮を買って出た。モンバールはそれらの攻撃で、多数のスペイン人を殺し、インディアンを解放して、多くを味方につけた。その後、スペインとの戦いで、モンバールと叔父の乗っている船が、サントドミンゴの近くで沈んでしまった。 おじは殺され、これによりモンバールのスペインへの憎しみはさらに強いものとなった。彼はトルトゥーガで海賊に加わりすぐに船長になった。モンバールの一トアは、メキシコ、ホンジュラス、キューバ、そして、プエルトリコのスペインの入植地を攻撃し、砦を破壊して火を放った。さらに、ジブラルタルやマラカイボ、およびその他の重要な都市でも破壊活動を行った。モンバールは、 スペイン人に対して、一切の容赦がなく、略奪よりも過烈な拷問を好み、捕虜の腹を切り開いて、内臓を引きずり出して、それを木の柱に打ちつけるという拷問をよく言った。さらに尻に燃える木を押し付け、苦痛に乗った打ち回る被害者の内臓が溢れ出るまで、追い立てる死の踊りに興じたという。モンバールはこれらの過逆行為には、道徳的に許される根拠があるのだと主張していたと、される。 モンバールの最後は分かっていないが、1707年に公開中にナンパしてしまったとされる。ありがとうございます。